ラブアフェアーは、イギリスのロックバンド。エリス在籍時の1枚目のアルバムは、ハッシュ、タバコロード、ザ・ツリーのようなハードな曲もあるが、大半はヒットした、エヴァーラスティング・ラブのようなブリティッシュポップスとなっている。イードン在籍時の2枚目のアルバムは、プログレッシブロック、ジャズロック的要素が加わった。イードンのフルート、モーガンのキーボードが特徴的で、 ジェスロタルに通じるサウンドとなっている。1971年までのほとんどのシングル A 面曲では、ボーカル以外はオーケストラ、セッションミュージシャンが演奏しており、メンバーはシングル B 面、アルバム曲で演奏していた。1971年夏以降は契約上、ラブアフェアを名乗っているが、実質別バンドとなっている。デビューシングル、シースマイルドスイートリー。 サティスファクションギャランティード録音。フィッシャーが進学のためバンド脱退。後釜にバーデンスが短期間在籍。バーデンスはこの後キャメルを結成。アルバムエバーラスティング・ラブ・アフェア録音。ハッシュのオリガンはリントンゲストであることが判明しているが、シングル曲エバーラスティング・ラブ・レインボー・バレーを除いたその他の曲のキーボードはモーガン・フィッシャーであると考えられる。フィッシャー復帰。 ファーストアルバム、エヴァーラスティング・ラブ・アフェア録音。アルバム、ニューデー録音。ブラディは、数週間で解雇された。シングル、ヘルプ、ロング・ウェイ・ホームを録音。イードン、ウォッチマンは、エラスティックバンドの同僚シーン・ジェンキンス、ポール・マルティネスとコルトを結成。レコード会社は、フィッシャーの新バンド、モーマンが、ラブ・アフェアと呼ばれるのを良しとせず、契約を理由に、コルトを ラブアフェアーとした。シングル、レッドメダンス、ラブズ・ルッキング・ a t u 録音。シド・ベーコン死亡。モーリス・ベーコンがマネージメントを引き継いだ。彼は、バンドのツアーにうんざりしていたので、規制のバンドジョジョョガンにラブアフェアーとして、ギグをさせるようプロモーターのバリー・コリングスに働きかけ、バンドのマネージャーとなった。イングリッシュ・アサシンのメンバーが合流。この時期都合の良いメンバーが、ツアー。 レコーディングに参加していた。リオン、バナシ役、ミッチェル、ノースで、アルバム、ジャストリンク録音。ノースは1980年に脱退。エニドニカニュー。コンピレーションアルバム、ザニューレコーディングス、グレイテストヒッツのための再録音源を録音。イッツ、エイラブアフェア録音。ありがとうございます。